にちは、 A プラスチャンネルです。今日は大垣市三谷町にあるカレー専門店アリクイさんにやってきました。かわいいアリクイが目印のお店です。こちらは月曜定休で平日は17時、土日は20時までやっています。店内は統一感があって落ち着く空間でした。置いてある小物や雑貨も可愛くて、ところどころにアリクイさんがいるので探してみてください。ランチの前に食前茶をいただきました。クミンが入っていて美肌効果もあるそうです。私はバターチキンカレーを頼みました。他にも週替わりのカレーやグリーンカレーなどもあったので、次は他のカレーもいただいてみたいです。やっぱりカレーといったらラッシーですよね。マンゴーラッシーもあったので試してみてください。バターチキンカレーは辛さも選ぶことができました。小さいお子さんでも食べられちゃいますよね。ちなみに私は辛いのが苦手なのでゼロ辛です。おうちカレーとはまた違ってとっても美味しかったです。デザートは週替わりのミルクティープリンをいただきました。カレーの後にさっぱりすることができてとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。とてもいいランチをいただきました。岐阜でこんなに本格的なカレーが楽しめるなんて幸せです。お会計のレジの横にはオリジナルトートバッグもありました。アリクイさんが可愛いし何にでも使えそうですよね。お家にいることが多くなっておうちカレー飽きたなって思っている人は高評価とチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。